今回はトヨタ新型アクアのお見積もりをしてきました。最後まで見ていただくと新型アクアの現段階でのお値段がわかる動画となっております。値引きはいくらなんでしょうか。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルでは車を買って約3ヶ月間でいろんなことを検証して売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。これまでにRAV4PHV やオフロードパッケージ、ジムニー、ヤリスクロス、その他にもたくさんの車を紹介させていただいております。最近では GR ヤリス RZ ハイパフォーマンスのシリーズも始まっております。これからも注目される車を買って紹介したいと思います。購入の検討や参考になれば幸いです。チャンネル登録がまだの方、興味が湧きましたら登録、そして内容が良かったら高評価よろしくお願いいたします。つい最近発表がありました新型アクア、販売は7月19日から。トヨタさんがコンパクトハイブリッド車を日本に普及させた戦略車でした。とうとうフルモデルチェンジを迎えることになります。キープコンセプトとなりました。噂ではヤリスより後席が広くなっているようです。そうなると日産新型ノートと車格が似てくるような気もしますね。アクアは何せコンパクトハイブリッドで燃費が抜群に良いです。東日本大震災を受けて復興の象徴となった車種です。そこから2代目と引き継がれていきます。まだ全貌が見えませんが見積もりを取ってきました。前回の新型ランドクルーザー300の見積もりを取っている時の話の流れでアクアも新型になった話を聞いています。ランクルもですが次にアクアも新型になるんですよ。そのような感じで営業さんがお話しされております。はい、噂は聞いていました。トヨタさんは毎年新型の車が出るのですごいですね。はい、そうなんです。しかし販売会社に入ってくる情報はそこまで多くないので次から次と勉強しないといけないのです。なるほどですね。はい、これだけ毎年新型が出てくると各社の特性などを理解しないと営業できないですよね。今回のアクアはインフォメーションの音にも凝っているそうです。そういえば最近の車で言うと新型ベゼルとかは電子音がすごく優しく感じましたね。はい、音のインフォメーションもユニバーサルデザインになっていくようですね。高齢者だと高音が聞こえづらいということなので和音でお知らせするということになるそうです。それは興味深い内容です。車も全ての環境下でのインフォメーションが進化していくんでしょうか。お世辞にも現段階のトヨタさんのインフォメーション系の音は少しうるさいなと個人的には思っておりました。振り返れば現行アクアは2011年末にデビューし10年目、この間人気車種として量販を続けて10年間の累計販売台数は半端なく、これが新型への乗り換え母体となるので販売前から予約受注を狙って活発な販売促進活動が展開されるようですね。上級コンパクトハイブリッドカーというイメージを意識させていくのでしょうか。そうなるとライバルはやはりノートとガチ勝負です。今回新型アクアで見積もったグレードは Z となります。では車体本体価格は240万円。色はアーバンカーキー、ラブ4のアドベンチャーにある色ですね。今回のアクアに設定されるのが楽しみな色です。メーカーオプションは安全装備系の TTAP、PVM 付き、 HUD、BMS、PKSB、 アルファベットの羅列が続くオプションとなります。こちらはヤリスクロスで設定されたオプションの一つで自動駐車の機能がついています。
今回の新型アクアではシフトレバーが電気信号型なのでボタン一つで機能します。こちらは今回のアクアでの目玉オプションではないでしょうか。お値段は188,100円となり、それなりに高価、そしてもろもろ合計で合わせた金額が260万円となりました。そのうちの内訳は、諸費用が7月時点で103,410円、メーカーオプションが188,100円、ディーラーオプションはフロアマットをつけて14,300円、そして7月時点での注目の値引きは105,810円でした。ということで総額260万円となります。今回はこんな感じの結果です。販売時点で約10万円の値引きがつきました。これは実際買う時にはどれぐらいになるのでしょうか。見積もりされた方いましたら、値引きがいくらになったのかコメントいただけたら幸いです。納車待ちや発注した人がいましたら、選んだグレードもお聞かせください。仙台から乗り換えをされる方もたくさんいそうですよね。新規の獲得もどれぐらい取れるのでしょうか。あまりにもトヨタさんのラインナップが盤石すぎて他社さんが心配です。新型ノート以外にライバル車はどのような車になるのでしょうか。あと現在は納期にはそんなにかからないようですが、しかし半導体不足もあるので各自確認してみてくださいね。この車は販売台数がどこまで伸びるのかが気になります。納車を急ぎたい人は近くのトヨタ系の販売会社へ行きましょう。車種やグレードの説明などは他の車系チャンネルで確認してみてください。以上となります。いかがだったでしょうか。新型アクア購入の参考になれば幸いです。また試乗させてもらえそうになりましたら動画にします。底辺車系 YouTube チャンネルですが、撮影させてもらえるか心配です。はい、このチャンネルでは車についていろいろ検証している動画を作成しております。実際に長い期間生活で使用するから分かることをお伝えしております。買って乗って売るまでを動画にしたシリーズをアップしています。その他の車も今後触れていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いいたしましょう。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。